こんにちは、姫の聖火です。おとといの晩にカナダから戻ってきました。ただいまフラワーです。何をしてきたかと言いますとですね、カナダ最大の都市トロントにあるお花屋さんで日本産の切り花を展示販売させてもらいました。カナダに限ったことではないんですけど、日本産の切り花というのはお花が大きくて茎がしっかりしていて丈が長くて、またよそにはないような種類がたくさんあるということで、海外でとっても評価が高いです。メイドインジャパンのブランドはお花も例外じゃないんですよ。ご存知でしたか？トロントでの日本産切り花の展示についてもっと詳しく知りたい方は12月7日夕方6時からのお土産話配信をご覧ください。それでは今日はこの辺で。12月ですね、今月も素敵な時間が過ごせますように。また明日、さよなら。